あれ南大がめっちゃ反対してる人たちは反対してるんですよ。あれ反対してる人はもう最後のあれですよね。安倍首相の国葬はどうですか？僕は大賛成ですよ。あの外国の人が来るから。もちろん政治的には、はい、そう外交的にはかなりプラスになるし、むしろ利用した方がいい、はい、と思うんですけど、はい、あれ南大がめっちゃ反対してる人たちは反対してるんですよ。あれ反対してる人はもう最後の形ですよね。もうだってもうボロ負けしてるわけですよね、参議院選挙で。もう完全に舐められてるんですよ。もう勝てないでしょ。だって維新がやに伸びてるから、もう第三党になってしまってる。なんかにすがりたいんですよ。なるほど。もうだって森かけ言ってもダメ、桜言ってもダメじゃあ国葬見つけば国葬反対って言うと一応集まれるから。なるほど、集まりたいんだ。もうだってあれぐらいしかないんじゃないのかな、ネタがね。確かに政治資金規正法とか作ってかなりねクリーンになりましたから、ね、そうそうそう。だから珍しいですよね。あのほらあの河合さんの事件とかは珍しいですよ、はい、そうです。政党支部を使ったお金配りができなかったから、はい、そうです。普通は選挙の前とかに政治活動費で党本部からお金の政党支部とか、ね、まあ、はい、政党支部ってのはそのこの選挙区の河合さんとかの政治資金団体に政党支部が行くわけです。でそのお金を使った政治活動をやるわけですよ。でそれが要は水戸さんにバレちゃうから、自民党の候補者が2人いるので、しかも水戸さんの支持者から引っ張ってこなきゃいけないんで、それでもう実弾を、まあ、使っちゃいけない実弾を使ったっていう、うん、まだ河合案でさなんかマシですよ、お金使ってるから、うん、もう前回の衆議院は前川さんっていう維新の人は、はい、お金使ってないのにもう起訴されましたからね。あ、そうなんだ。はがきを封筒に入れるわけですよ、名前から、はい、同級生から大学、はい、それを送ったことが慈善運動だって。いや今までにないんじゃないですか、文書とかで起訴されたって。多分起訴されないんだな。それは何ですやられて、警察が件数があるわけですよ、選挙法違反を捕まえる。ああ、ノルマがね、ノルマがあるんですよ。ところがお金絡みでもうノルマ達成できないから文書とかに行ったんじゃないかとかみたいな。どんどんクリーンになってるわけです。そうなんですよ。だからそういう意味で選挙がクリーンになってるので、そういう意味でいいことだと思いますよ。お金をやっぱり相当も動かせなくなってるんで、逆にクリーンになればなるほど宗教は絡んでくるんですよ。彼ら彼女はお金なく電話かけたりポスト貼ったりするから、クリーンになればなるほど信者が欲しくなる。